はい、お疲れ様です。今回はですね、今亀山の料金所行ったんですが、名阪国道、今から亀山から名阪国道なんですけどね、名阪国道をちょっと制限速度ぐらいで走ってみようと思っております。ここ今60度ですね。今ちょっと70、60超えてんねんけど、ちょっとスピード落として制限速度ぐらいで走ってみようと思います。多分ね、制限速度で走るとめちゃくちゃ遅いんですよ、多分周りに合わせて比べたら。ちょっとまだ今もちょっと出てるんですけど、難しい。この流れで、この流れで、この流れで60キロに落とすのちょっとむずいな。ちょっと今70ぐらい出てるんですけど、なかなかちょっとスピードが落ちひん。あ、だいぶ追ってきた。はい、ということでですね、名阪国道を、行きたいと思います。今亀山からですね、天理まで行きたいと思います。やっと65ぐらいまで追ってきたけどむずいな、これ。60キロ結構むずいな。あ、だいぶ今60ぐらい、今60ぐらい。まあでも下りとかあるからな、結構下りはやっぱり出てまう。これ一部、まあ、70キロのところもあるけど、あるんですよね、ずっと60じゃなくて。ちょっと下りやから出てきたっすね。むずいよこれ、ちょっとスピード落としていくの。まあちょっと65ぐらいかな今。いやー、天気黒いやん、雲。まあ、あの岐阜の帰りなんですけどね、今日は曇りや。まあその分涼しいけど、まあ、さっきめっちゃ汗だくなったけど、飛ばしていったね。我慢できへんかったね、さっきの軽音、さっきの軽音ね、ずっと後ろ追ったんですよ一気にあれやった。まあちょっと、まあ70までは行ってないけど、その辺ぐらいまで出てる。ちょっとむずいな、やっぱり。前もあれやね、ちょっと前のトラックももうちょっと抑えてる感じです。5倍速ぐらいで行ってみようかな。動画上げるときは5倍速ぐらいにしようかな。もう喋らんとおか。まあ言うても高速道路もね、制限速度で走ってたらバンバン抜かれるから、ね、80キロで走っとったら。抑えるのがむずい。
上り坂で今ちょうど60ぐらい、ちょうど60、上り切ったらちょっとまた出てまう65ぐらい。うん、過ぎてあれなの、やばい、上り坂やって今スピードめっちゃ落ちてきた。50キロぐらい、50キロまで追ってもうた。下低すぎてあれなの、捕まったんかな。スピードでも下潜って見てたもん、ね、車高って低すぎて捕まる。車高タン。今いい感じやな、60ぐらい今。全体的にスピード落ちてる。下りやから出るかもしれへんな、スピードも。この先しばらく道なりです。制限速度ぐらいで走ったら時間どれぐらいかかるかっていうのもちょっと興味あんねんな、亀山天理。あーやっぱ出るな、スピード70ぐらいになってもうだな。大体みんなやっぱ80ぐらい、80、90ぐらいであれやけど、でも覆面に捕まってる人おるもんな。やっぱ前とかおらんのにピャーって行くんかな、空いてる時にピャーって 100,
100キロぐらい出して捕まるんかな。結構いてるよ、これ捕まってる人。こうやって下り坂、めっちゃ眠たなっていいだ。距離何キロあんのよね。60キロで走ったら普通にあれやもんね、距離分の時間かかるってことやもんな。60キロやったらまあちょうど1時間ぐらいやな。80キロ、距離が100キロあったら1時間40分ぐらいかかる。何キロぐらいだ、80キロぐらいかな。あーちょっと出るな、今ちょっと70キロちょい超えた。いや前とはあの前と同じスピードでちょっと走ってるけど、前もたまに速くなるみたいな。よし今65まで一気に落ちた、上り坂やから。上り坂車線行った方がいいな、スピード。6速やって全然上がる、走らんよなと。あ、いかんで行けるか、60キロぐらいやったら。今ちょうど60ちょいぐらい。やっぱ行こう。言うても今も65ぐらい出てんねんけど、出てるか出てないかぐらい。こんなもんやな。終わるんちゃう、残りだから。終わりそうや、トンネルの手前も。今60キロ、ちょうど今60キロ。お昼なんですよね、1時前後ぐらい。あーお腹空いてきた。あれ覆面じゃん、あの黒怪しない、あれさっきなっちゃん、あれあの黒のクラウン
いや怪しかったな、見てたよ、見てたよかった、今時計見てたから横通り過ぎた時見たよかったな。あーめっちゃ出る、このめっちゃ出る、ここここめっちゃ出るやん、この下りちょっと70ちょいぐらい。あー怪しいなあれ、1何倍やったっけ今、1何倍って普通に覆面もあの左で普通に60キロぐらいで走っててピャーって抜いていったやつをブヤーって捕まえに行ったのにね。ここ遅いな、やっぱあれ覆面で警戒してたんじゃん先頭。なんとなくどこまで行った、だいぶ行ってんな。ちょっと70ぐらい出てるわやっぱり、こう下りすぎて。今日はもう明豊ハム勝ったんで、あの赤服やめとくっす、赤服。あかん、周りに周りに合わせていったら今ちょっと70超えてもだ。多分まだこの時間やったら売ってると思うんだよな、打ってると思う。結構あれやが、あのなるから、あれ売り切れ、売り切れなってるから、いつも。あかん。あ、70。今なここ70や。ここ70。今70やから、今ちょうど70でいい感じ。今70キロ。いやさっきのクラ黒のクラン怪しいな、さっき止まってた覆面っぽいよね。あー下り坂やからちょっとスピード出る。今70、これで70、今65出してへんな、70いってない。あー腹減りました、おにぎり食べようかな。あでも止まれへんから届け。車線やっぱ70ぐらいで走ってんね、今65ぐらいになってる。芭蕉の生まれた伊賀市、松尾芭蕉ってあれな、伊賀で生まれた松尾芭蕉ってのはこの辺の人なあれで、つげって読むらしい、しもつげ、なんかタクに植えるでつげって読むらしい、しもつげ。さっき紙つげもある、普通のつげもある。名阪国道のなんか名前なんか読みにくいの多いよ。昨日ここなんかここ工事しとる。あーやばい、出るスピード75ぐらい、
めっちゃ近づいても荷物の後ろからやっぱ下りやとめっちゃ出よるんですよ。アクセルマンでもブレーキマン熱なってきた。めっちゃ熱なってきて、朝寒かった岐阜寒かったのに火がやっぱ出てくると暑いな。火当たるとでも基本的には21度やからそんなにそこまで。ジュースは飲む。おにぎり食べながら行こっかな。降りてからにしよっかな。トラックさっきのあれやんね。あでもここ70キロやのに70キロ出してないね。みんな今65ぐらい、ここ70キロやん。でもこれ抜こうと思ったら80ぐらいでやんな、抜かれんが。カエルがめっちゃうるさい。カエル田んぼの近く、夜とか田んぼ近くあったらめっちゃカエル鳴いてるもん。カエルといえばあのサラダにねカエルがめっちゃ入ってん、なんかニュースであるよね。カエルびっくりするよな、サラダに入っとったら。普通に色一緒やしな、アマガエルとかレタスと。見えへん。噛んでた、やばい、噛んでた、びっくりする。まあでも虫とかはやっぱ入ってまう時はあるよ、知らんけど。今はね、ツイッターとかで動画上げられるから拡散するけど、昔とかも多分あったはずや。今日一回お店で買った食べ物にプラスチック片入っとったけど、なんかガリッなんか硬っと思った。で電話したらなんか持ってきてくれはったけど、その店で。あれ持ってきたんやったっけ、どっちやったっけ。何ももう何もあれやったんか忘れた。
んか入ってたとかじゃないけど、逆に入ってないとかあるやんか。マクドナルドとかであのドライブスルーやってさ、ストロー入ってないとかあるじゃないですか。あれあの電話したらさ、あのもう戻られへんやん、進んでるやんか。だからなんか次のなんか最寄りのマクドナルドでもらえんねん、ストロー。 しかもなんかあの新しいジュースもくれんねん。ほんで入ってなかったで電話したら、なんかもう次のその行く店に連絡取ってくれて新しいジュースもくれるって一回あるんですよ。一回だけ。それストローなかったら飲まれんから。絶対踏んでないわ今。そんな左寄ってたよ。踏んでない左の線っていうか、あの前の軽音トラックにめっちゃ引っ付きすぎじゃない。トラックもびっくりしてる。絶対近いような気がするけど、いい感じでずっと70キロ。22度、ちょっと暑いな。ちょっと暑いな。でも携帯切れそうやけど、暑なって。携帯自体。ずっと70キロやな。まっすぐやからかな。アップダウンがないからか。分かりやすいかな。車は少なかったりする。だって夜、昨日は夜じゃないか、昨日夕方か。何時ぐらいやっけ。2時ぐらいとか。昨
昨日も昼過ぎか2時ぐらいとか走ってたら普通に70キロぐらいであれやったもんね、70キロぐらいであれやったもんね、普通にあの抜かれていったけど、後ろ来る車とか普通にすぐ抜いていったけど、422やん。この前の動画のこっからつながってんのか、あの三重の大台ヶ原こっからつながってんのやな、ここもつながってんのか、368は動画あるでしょ、368確か。米飯国道一応あれやねんね、国道25号線やねん、ここ国道25号線で、これのあの北川にあの旧の国道25号があるんですよね、旧のちょっと見えてない、映ってるか映ってないかわからん感じやけど、旧の25号もあれなんか、ずっと道なりに行ったらどこ行くか、天理らへん行くんか、名阪国道という名前ついてるんだよね。あ、他もついてるか。23号線も名刺国道、名刺国道ってついてんな。1号線はって名前ついてるのか。23号も1号もさ、バイパスある、バイパスみたいな、ずっと信号なくてさ、こんな感じになってるところはあるやん、やっぱりあの辺とかもあれやんな、あの辺とか70キロとかけど出てんもんね、みんなスピード。ちょっと79かよ、75ぐらい出てもいや、でも思ったよりあんまバンバンスピード出してる車いてないな、時間帯かな、下りやか、そう70ぐらいで出してたら後ろに来たやつすぐ抜いていくねんけど、こんな本で前もいてたりないんやけど、ランナー差広がるから遅い、70ぐらいで走っていくのないんやけど、
自販機とトイレだけあるんですよ、この上野の P って。自販機とトイレ、多分お店は開いてない。開いてんかな、あれ開いてんかな、土手焼きのとこだけ。これ、え、入ろうとしてんの、これ入ろうとしてんの、これきつない、あれ、あ、辛い。誰かが止まらな無理や。急にスピードダウンなっていたよ。今60ぐらい上りやから。というか前にめっちゃ遅いのが現れたの。あー遅そうやな、前の前。今60。あーでももう70まで下ってる。下りやから70すぐ出る。カプコン、ミッキーハウス、ミッキーハウス、カプコン、カプコン、カプコンといえばあれです、ストリートファイター、スト2ってやつ。よいったわ、ゲーセン、ゲーセンよいったわ、ゲーセン。もう今とか全くいかんけど、スト2。スーファミでもしたもん。スーファミやったっけ、ネオジオとかでもやったっけ。あ、ネオジオはあれやし、途中なかった。キングオブファイターとか誰か持ってて、誰か持っとって。いやもったいないな。ネオジオ CD 持っとったんやけど、あれネオジオってゲーセンのやつそのままできるやつやって、なんか知らんけど、普通のネオジオは本体はなんか安いんやけど、カセットがバリ高かった、なんか知らんけど2万とか普通にしとって、2万とか3万とかで。ネオジオ CD の方は本体がちょっと高いんやけど、なんか4、5万ぐらいかなんかやってんけど、あのカセットはゲームソフトはディスクやって、でそれは普通にあの何千円とかやって安かった、ネオジオ。でもあのゲーセンのコントローラーついてたんやったっけ、普通のネオジオって。ゲーセンのコントローラーみたいなやつ、あれ普通のネオジオもあったっけ。ネオジオ CD の方なんか知らんけど持っててんな、あれどうやったんやったっけ。わあこれ入られんやん、燃料切れ、まさかの、まさかの燃料切れ。スタンド、そこのスタンドから持っていてもらったから。あれネオジオ CD の方持っとったんやけどな、メルカリで売ってもうだわ、持っといてよかったな。あれいや普通にキングオブファイターズのカセットソフトとかあってやっとったんや。ゲーセンのコントローラーあったんやったっけな、あれ。なんで持ってたんやろ、買ってない、そんな自分では買ってない、もらったんか。いやスーファミがなくなってんのが痛いな。スーファミあってんけど、ファミコンはあんねんな、まだファミコンはあって、ファミコンのカセットもあって、最近やってないけど、ちょっと前とか普通にやっとったけど、プレステ2もある。スーファミがどこ行ったか、今ないんやな、スーファミ。
70ぐらいずっと、まあ、70キロやな、ここ知らんけど。あの標識は、お、60になってるやん。60キロ上り坂やから一気に60まで下がったぞ。これこれ今45ぐらい。あれ遅いんやな、あいつ、あのトラック60、今制限速度60です。もうちょっとでね、魔のオメガカーブ来るからね。もうちょっとで魔のオメガカーブ、ちょうど60ぐらいかな、60、65ぐらいかな。いや、いつもマジでなんか抜かれんねんけどね、めっちゃ前もめっちゃ差開くし、後ろもうすぐおらんようになるし、今日なんなんやろ、天気悪いからかな。雨降りそうやな、上り坂車線終わっちゃいますね。今日でも思った感じとちゃうねんな、いつも抜かれるからさ、めっちゃもう前も後ろもらうようになんねんけどさ、と思ってなんかいつか制限速、あのメーハンフルで撮りたいなと思っとったんやけど、全然ちゃうんよな、いつもと。いつもなかなかないもんな、前のトラック追いつくって。逆に追いつかれて俺が抜かれるパターンが多いけど、ちんねんな、うまいことシート上乗っかってるやつ。
あ、雨降ってきた、やっぱり雨。めっちゃ暗ない。1時ぐらい、昼の1時ぐらい。昨日のあの何やったっけ、せせらい街道の夕方と同じぐらい。おお、道悪いな。70キロなってるよ今。ちょうど70まで上がってきた。箱掘った。路肩に、あ、路肩ちゃうんか、上り坂か、左。雨降ってきたな、やっぱり。ちょっとね、どうしちゃいきごと一気に綺麗にしてみよう。虫が伸びた跡がめっちゃあんねんな。虫ついた跡。あ、なんか工事してるやん。上り坂車線の終わりで。橋の補強、橋の補強っぽい。おお、含め来た。あ、行った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 含め。含め行っとったね、今。反対車線、反対車線含め行っとったね。その前から追いかけたんか、ここでちょうど追いかけられたんか。いやー、分からんのかな。なんかもう怪しそうな、スピードピャーって出てたとしてもさ、怪しそうなやつおったらちょっとあれせえへん。あんま走れんのかな。いや、お名阪とか、いや、覆面おるぞっていう感じで走らんとな。めっちゃ結構降ってきたやんか。もうワイパーガンガン回さなあかんぐらい結構降ってきたぞ。うわ、嫌やな。うわ、めっちゃ道悪いやん。着いたら雨とか嫌やな。70、ならしい。6速で下ったら普通にピュッて80ぐらい出るな。捕まってたな、シルバーのアスリートに捕まっとったな。
もうそろそろかな。もうそろそろやな。もうちょっとハリテラスやもんな。ハリテラス終わって高峰パーキング過ぎたあたりからオメガカーブ行っちゃうよね。めっちゃ雨降ってんねんけど。うわぁ、めっちゃ降ってきたよ。例えばこのトラックの後ろにおった、めっちゃ遅いねんけど、65キロ、軽音どっか行ったな。めっちゃひっついてた軽音、知らん間に。やんだっぽいな。やんではないけど、あっこだけやった。なんか動いてんのかな、雨雲が。ね。じゃあ眠いわ。70キロやねん今日の。こここう開いてないよな、今のステーキビュッフェって書いてるとこ開いてないよな。ドラムセット、まあ、置いてあったよ。演奏してる時にあれ、お天理師ぼちぼちやね。ちょうど今1時間56分、56分、
今1時間ぐらい。やっぱ60キロぐらいなんかな、60、あ、まだあるしな。あ、雨降ってもうたから、こう右下の水たま水滴が邪魔やよな。これ知ってる人あれか、このスピード落とせっていう、なんかこういうなんか看板あるじゃないですか。これが2個あったらその先になんかカメラスピ取り締まるやつあるみたいな。今1個目です。大体高速道路とかによくある。ああいう系ね、スピード落とせとかスピード違反なんちゃらとか取り締まりスピードなんちゃらって書いた標識みたいな。あ、これ2個目っすよ。これスピード落とせ、速度自動監視機設置のスピードっす。だからもうちょっと下あるんすよ。あれと同じ感覚の距離ぐらい、1個目から2個目の看板のもうそろそろあるそうやけど、どれか分かれないかもしれんなないかもしれないな、あれないな、いやあるはず、どっかにあるはず。いや、もう一個あったわ、三つ目なかったわ。いや、あったわ、これや、これこいつや、絶対今のやつ。ちっちゃい三つ目のちっちゃいやつあった、ね、いや、今も機能してるんかどうか知らんけど、取られるんかな、スピードめっちゃ出したら。こっから10キロも下り坂やって、そうだ、天理までもう10キロぐらい一気に下っていく感じや、ね、おっと、名阪あれオメガカーブ入ります。1時間ちょうど、今でちょうど1時間。反対車線のなんか路肩に止まってるやつおったけど、路肩なんか上り坂、昨日上り坂に普通に止まってるやつおったから、ちょっと5速と排気ブレーキと使いながら。これめっちゃスピード出るからな。あれ奈良市にまた戻ってる、奈良市、天理市、奈良市、また天理社員が。高峰のパーキングあるじゃないですか、高峰、これこれ絶対入んのはええねんけど、しかもサービスエリア SA 入んのはいいけど、これ出るとき出にくいと思うねんな。こうカーブでさ、しかも下っててさ、めっちゃスピ結構スピード出てるのに乗らなあかんやんか、それの流れに。めっちゃ結構むずいと思うねんけど、これここ結構むずいよ。しかもそんな長ないしね、合流車線。
あと10分ぐらいかな、天理まで。今下りじゃないな、まあ60キロぐらい。ブレーキ踏むしかないな、これは。だいぶ落としてるけどな、速度。今55ぐらい。千葉なんか雨降ってないっぽいな、下濡れてへんな、雨降ってないっぽい。ずっと排気ブレーキ、熱当たるから、熱なるからね、これもう前に置いてあるから、ダッシュボード、なんかスマホホルダーみたいなやつ。でこう制限速度60キロ、ブレーキ切ってたわ。もう一回なんか止めやな、グイッと。あ、道理でなんか低くなってきてんなと思っとって。倒れてきた、やっぱり。倒れてきた。何やこれ。こんなところでなるなよって感じやな。もうあかんかな、これ。なんか弱ってんな。どれが弱ってんねん。倒れてきたよな、こっちに。こんだけ緩んできても、こんだけ
もう美しい。もう着きますから。ダン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 ってあれかな、下りのあれでフィニッシュされた。余計こんなとこにオーラ落ちた。またわかんな。まさかの最後にこんなあれがあると。ぐにゃぐにゃ。ここが緩んでんかも分かるな、これ、まあ、根元や。じゃあちょっと天理パーキングまで行きたいと思います。ってことですね、名阪国道をちょっとまあ、ほぼほぼ制限速度で走ってみました。1時間10分ぐらい、70キロぐらいあるのかな。やっぱりあんま、やっぱあんま速なかったね、周り。今回いつも結構ね、70キロとかで走ってたら、いや80手前ぐらいで走ってても普通になんかめっちゃバンバン抜かれて、後ろとかにも前とかにも車おらんねんけど、時間帯かなやっぱり。じゃあ以上です。お疲れ様でした。パーキング入って止めようか。ちょっとトイレも行きたいしな。料金所の手前に P やな。
完全に赤いもん。じゃあお疲れ様でした。